はい、こちらがですね、一応仕様なんですが、今回注文したのがですね、こちらのですね、Apple Watch とですね、iPhone をですね、無線充電を同時にできるっていう代物なんですけど、iPhone の方がね、7.5W、iWatch の方が、Apple Watch の方が 2W の、充電の電圧になってます。でですね、こちらがですね、対応機種がですね、これ、Apple Watch シリーズの1、2、3、4、これは4、もう全部、すべてというふうに認識をしていいんですね。こちらの方のですね、Apple Watch の方が満充電まで2時間。結構高速になったと思うんですけど、こちらの方がこのような形で、今回ですね、他にもあるんですけど、このような形にしたのはですね、こちらのね、充電器の形状がですね、こういう、このような状態ですね、こういう感じで、こちらの Apple Watch をつける場所が90度まで曲がるというこの部分なんですね。この部分が90度まで曲がってくれて、なおかつ使わないときは、これが収納できるので、そうするとこのようにですね、フラットに、こういう平面で収納ができるという、これがですね、魅力だということです。はい、一応、まあ、こんなような感じですね。使い方としてはこのような感じになります。Amazon から先ほど届きました、こんな感じのなんですけど、これをちょっと開封していきたいと思います。ここからオープンしたいと思います。メイドインチャイナ、中国製ということで書いてあります。これね、非常にまたいつも困るんですが、ビニールが非常に取りにくいビニールになっております。よいしょ。こんな感じで、まあ、大きさもこの絵に書いてある通りこんな感じだと思うんですが、はい、思ったよりやはりコンパクトですね。非常に薄いです。こんな、なんか iPhone を開けてるみたいですね。これはスポンジです。すごくね、気を使った梱包になっております。こちら説明書なんですが、中国語ですね。中国語と、英語、まあ、説明書がいるようなことはないと思うんですが、一応ただの充電器なんで、このような状態で、はい、こんな感じです、はい、でこちらの方にですね、これがゴムですね、はい、ちょっとね、どんな感じになるかね、つけてみたいと思います。はい、こちらの方は給電はこちらから取りますね。まあ、やはり給電用の USB はですね、コンセントから、そのまま取った方がいいと思うんですが、一応ちょっと今日はね、つける雰囲気だけ、ここが、なんかこれ赤く光ってますね。これまだ置く前はね、赤いランプがついております。見えますかね、こういうカメラでね、こういう感じで赤いランプがね、うっすらついております。これは時計をつけるとどうなるかっていうね。はい、これで時計をつけてみたいと思います。はい、こんな感じで、青くなりますね。充電中になると青くなります。こんな感じですね。充電が始まると青くなってます。はい、それでですね、こちらがこういう感じで、時間が普通の通常の、
充電になると時間出ないんですけど、これ時間が出ますね。これ非常に便利です。こちらが時間が出て、でこちらのですね、これはね、これね、実はこれカバーつけてるとね、これ T フェイスだったかな、 i フェイスか、 i フェイスなんですけど、このカバーついてると充電しないんですよ。はい、こちらが、はい、充電始まりました。はい、こんな感じになります。はい、これはね、実はですね、他のね、YouTuber さんがですね、これのレビューをしてみましてね、非常にこれ使い勝手がいいなと思ってね、私もちょっと買ってみました。で、やはりですね、これいざとなったら、この、そうですね、こちらのApple Watch 用のついたてが平面になるっていうのは非常に魅力だと思います。まあ、以上こんな感じで、夜なんかはね、これ時間も見えて便利なんで、これベッドルームの、ね、枕元に置くには最適だと思います。まあ一応そんな感じの、非常に優れた商品だと思います。まあ今日はこの辺で、はい、それじゃあさよなら。